もちろんこっちの一宮で生まれて、地元の小中通って、ちっちゃい頃は何か知らんけど野球小僧で、熊本工業高校に行って甲子園に出るというのが夢で、なぜか知らんけど高校は熊高って決めとったんですよね。で結果的に熊高に行けたんです。で何かに行くかっていうのが問題 で、まあ、建築家がいいんじゃねえかって言って、まあ、熊高の建築家を受けたら奇跡的に合格して、で当のその野球はというと、もう小学校中学校で頑張りすぎて肘と肩痛めて、とても硬式ができるような、あと才能もなくてで結果的には熊高じゃラグビー部に入って、今となればねラグビーというとおーって言われるけど、当時はマイナーなスポーツで、危ないスポーツとかね、危険でもう痛いとかきついとかそんな感じでしたけどね。もう3年間やめたくて、きつくてね、で周りでかくて、汚くてね、でもなんとか花園も2年生の時は先輩に連れて行ってもらって、で3年の時は決勝戦が熊高っていうところと戦って負けちゃってね、でまあ甲子園、その花園はいけんかったっちゃけど、まあでもそこでは今よくみんながワンチームってよう言うけど、ラグビーっていうのはやっぱオールフォアワン、ワンフォアオールという言葉があるように、まあ一人はみんなのためにで、みんなは一人のためにっていう、こうコミュニティのとてもつながりを大事にするスポーツ、精神スピリットが、それが今の根っこにとても生きとって、まあ一人でやることっていうのが誰かのためにならんといかんし、やっぱりそれがみんなとやるっていうことは誰かのためにもならんといかんしっていう感じが、まあ高校のそのスポーツのラグビーとして今の基本はできたなっていう感じはするんだよね。でもちろんそれから建築の道をちゃんと歩むっちゃけども、で東日本ハウスっていう、まあハウスメーカーに就職して営業マンになって、でそれから建築士っていう資格を取りたくて、それから2級建築士を取って、でその時に一旦一時帰ってきて2級建築士の設計事務所を独立して作ったっていうのが、でまあその時、まあカナダっていうところでログハウスの勉強もしたくてちょっと行っとったんやけども、まあ、おふくろが花火師っていうお店を、飲食店を作るんで一回帰ってこいって、でお前が店作れってなって、でカナダを一旦帰ってきて、で今の花火師、前花火師ね、あれが平成9年に、作ったと思ったけども、その時は俺が22歳、はい、だもんで、まああと次戦とこらもたんぞになって、23歳の時に花火師をこう事業承継した、まあ一旦カナダはもうちょっとやめようということになって飲食店の道に入るっていうね、いう感じがスタートだったですね、阿蘇での、ここはなんだろうね、うちっていうよりもこの門前街の中では結構思い入れを持った人が、親父たち世代より上の人たちが多いもんね。ダンス教室だったとか、ここでね、ここよ、ダンスホールでね、ここが社交ダンスをここでしたりだとかね、ここにおった辻小葉さんっていう人が、まあ阿蘇で一二を争う別品さんだったとかね、やっぱここのことになったらいろんな思い出話をこの地域の人たちがするような場所で、まあうちのお店っていうよりもこの商店街には必要な建物なんでね、そんな思い出が詰まった場所で、まあ、それも合わせて、まあ、こうなんていうと復元したというか、いうところがあって、古民家再生という、まあ、やり方で大規模半壊だったこの尾形屋を花火師としてリニューアルしたという感じで、使える材料だけ全部使って、やっぱ災害のたんびにお客さんが足が止まって、やっぱ一番きつかったのというのは従業員を守るのがとても難しくなるということよね。まあ、そういう、まあ働く人たちの仕事をなくさんようにするためにせっかくこれだけねすごくいい自然があって生産者さんがおいしいものを作ってくれよるもんで、まあそれを加工品にすることで今度は物流に乗せて、まあもし来れなくなった時はお届けができるような
まあ、そういう仕事の確保よね。これが今せないかんことの一番大事なことって思って食品加工事業を立ち上げたというのが最初よね。何歳の時に加入されましたか？26歳だったと思うけどね。この3月がもう基本的にはもう任期が終わって3月いっぱいでね、もう新年度はないよね。まあ、新年度に総会があるけんが、まあ、総会をもって卒業という感じじゃない、出会いは宝になる場所よね。もうそれしかなかったね。体力と気力が充実した、まあ、そういう、 こう人たちの集まりで、まあ、時にはこう衝突とか、要はあるっちゃけど、それでもやっぱり思いの方が強くてね、またどっかでこう交われれて、一汗かくとまた仲間に戻れてとかね、そういうとこじゃないとかな。水害の時はもうでもやっぱりちょっと予測もつかんだった大雨で、朝起きたらもうとんでもないことになっとってね、考える余地もなく、とにかく人命が第一で、消防団もしょったもんでね、もう本当にもう救出救出の1週間だったと思っちゃうけど、青年部の県の仲間たち、熊本県内の仲間たちがどんどんボランティアで来てくれるようになって、で、まあ、体育館を中心にこうボランティア活動をうちの牧の中をやったって感じで、その辺からかな、商工会のスケールメリットでコミュニティが阿蘇っていう中からちょっと熊本県みたいな感じで、コミュニティが広がるとすごい力になるねみたいな感じよね。まあ、そんな感じからがこう復興するよりも、まあ、こう助けてもらったんだけんが頑張らんといかんわけよね。まあそういう感じでみんな頑張り続けてきたんじゃないかなと。で、今度はよそが困っとけば恩返しっていうところでね、そういう思いはどんどん世代が変わっていっても受け継いどるじゃないですか今。やっぱコミュニティ大事にして人との関わりの中でね、自分のやりたいをしっかり自分の言葉で言えれるようになってほしいし、で、言葉に出した時にいろんな意見を聞くことになるよね、アドバイスとして。で、ついこう自分のことが一生懸命だけにね、聞かなかったりね、意地を出したりする時もあるんですよね。でも振り返るとそれってすごく愛情のね、いっぱいエッセンスもらっとるわけで、まあ、そういうことが感謝できるような場所になるのは間違いないもんで、まあ、商売を通して地域を通して、まあ、商工会の青年部を通してこう成長していけれれば、必ずやっとってよかったなとか、自分がなりたかった自分に近づけれるとは思いますよね。しっかりこう仲間と切磋琢磨もしながら、まあ、甘えられる人は見つけてしっかり甘えてね、こう助けてもらいながらとかいうありがとうもこうちゃんと持てるようなね、そんなことを頑張れれば大丈夫だと思いますよね。仕事はこちらです。23年間まだしてません。仕事したことがないかも。ずっと遊んどったね。意外な答えですね。そうですね、仕事って思ってしたことないのかもしれないですね。自分のそのものじゃないですか。